はい、皆さんこんにちは。隠し玉ハンターの菊池選手です。というわけで今回第94回選抜高校野球大会の注目高校ですね、離島から甲子園に出る、大島高校についてお話ししたいと思います。大島高校ですね、鹿児島県の奄美大島からですね甲子園に出るわけですけれども、奄美大島というのは、鹿児島港からフェリーで、大体12時間前後、かかるような離島ですね。で、8年前にも実は選抜には出場してるんですけれども、8年前は21世紀枠での出場でした。で、今回は、九州大会準優勝というもう完璧な実力で出場をつかみ取ったというね、大島高校でございます。離島から選抜出場するっていうのはですね、21世紀枠以外の学校だと5校目になるわけですね。もう歴史を紐解くと最高成績っていうのは1953年の洲本高校が初出場、初優勝という旋風を巻き起こしたことがありました。で、近年でちょっと記憶に新しいといえば、大崎高校ですとか、あとは2006年に、石垣島から出場しました八重山商工ですね。大峰投手を擁して、選抜で1勝、夏の甲子園では2勝を挙げたという、離島旋風がありました。大島高校は今回、ちょっとそういう意味で離島旋風一番近いんじゃないかなというふうに、感じていまして、私も昨年の秋の九州大会から密着マークを続けていました。奄美大島の、高校ということで、奄美大島といえばやはりハブというね、イメージがあります。大島高校のグラウンドっていうのはですね、結構草むらみたいなところがあったりしてですね、ボールを、練習中拾うときにですね、草をかき分けて手で拾うとですね、ハブに噛まれる恐れがあるっていうので、ボール拾い専用のトングを使って、ボールを拾ってかき集めてるという、そういう大島野球部あるあるがあるということなんですけれども、でもエースの大野和夫投手に聞きましたら、正直でハブは逃げられるからあんまり怖くないと。で、一番怖いのは何かって言ったらですね、イノシシだと、そういうふうに言っておりました。結構グラウンドが山の方にあるそうで、結構その野生のイノシシが散歩してるそうです。なので、結構大野投手もこう間近でイノシシをと遭遇したことがあるそうで、そのあたりが怖いというふうに言っていました。だからね、今回選抜では初戦で、いきなり明秀日立高校というね、関東チャンピオンと当たることになってるんですけれども、イノシシと比べればね、組みしやすしなんていうふうに思ってるかどうかは定かじゃありませんけれども、大島高校がなぜここまで躍進したかというところで一人キーマンを挙げようと思うんですけども、先ほど話にも出たようにエースの大野和夫投手ですね。はい、こちら和夫投手のね、漢字が非常に特徴的でピンとくる野球ファンも多いと思うんですけども、そうです、西武ライオンズの松井和夫さんの和夫から取られたんですけども、お父さんが松井和夫さんの大ファンだということでその名前を付けられたそうです。で、このピッチャーがですね、マックス146キロの速球と、で、カーブ、スライダー、チェンジアップのね、この非常に緩急自在のピッチングするんですけれども、大島高校っていうのはですね、非常にエラーが多いんですね。はい、なかなかちょっと島で練習せざるを得ないというのもありまして、実戦がちょっと不足していたり、ちょっと技術が、足りない部分もあったりはするんですけれども、大野投手はですね、味方がいくらエラーしようがのほほんと、投げ続けています。なんでそんなピッチングができるのかと、私が大野投手に尋ねましたら、大野投手はこう言ってました。小学校の時から慣れてるんでというですね、つまり小学校の時から同じようなメンバーで野球をやってきてですね、もうエラーするのは当たり前だというふうな感覚になっていると。だからもうピンチを抑えればいいんだろうというような、すごい豪気なピッチングがですね、彼の特徴なんですけども、大野選手はもともと本土にある鹿児島実業高校に実は進みたいというふうに思っていたらしいんですけれども、同じく、キャッチャーのですね、西田慎太郎捕手がですねいるんですけれども、西田選手も実は鹿児島実業から誘われていてですね、この2人が鹿
鹿児島行って本島の方に行っちゃったらこれはもう大島高校苦しいねって島の人たちは心配してたそうなんですけども、西田捕手がですね大野和男投手を誘って一緒に代行で、まあ、大島高校の代行って言うんですけども代行で甲子園行こうぜと誘って、2人が、まあ、奄美大島を代表する2人が、大島高校に進んだことで、一気にこの甲子園の機運が盛り上がったというそういう背景があるんですね。まあ、やっぱり奄美大島っていうのはですねもう伝統的に野球が盛んな土地柄でもう小さい子供からお年寄りまで野球を楽しむような、ついでに言えばですねすごく審判のレベルが高いという、そういうプチ情報もあるんですけれども、そんぐらい野球熱が高い土地 で有望な選手は高校中学ぐらいから、実は島を出てしまうというケースが非常に多かったんですけれども、この、大野西田の両巨頭が残ったことで、一気にですねこの島のこの甲子園行こうぜという機運が盛り上がって今回に至るということですね。なので昨年の九州大会も非常に島からですね大応援団が駆けつけてですね大声援を送っていたんですけれども、おそらくこの甲子園の選抜でのアルプススタンドもですね非常に応援があるんじゃないかなというふうに楽しみですね。まあ、明秀日立高校は初戦の相手ですけれども非常に強打線のチームで、昨年の秋の大会では公式戦10試合で14本もホームラン出てる強打線なんですけれども、まあ、この打線を相手に大野投手がどんなピッチングを見せるのか、私はこう重欲豪を制すようなねこの老快なピッチングを見れるんじゃないかなというふうに期待しています。というわけで今回は、離島から甲子園に出る大島高校のお話をさせていただきました。というわけで、今回もお楽しみいただきありがとうございました。スポニチドラフトチャンネル、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。次回もよろしくお願いします。ここはスクイズだな。スクイズか、よし、ピッチャー投げました。ファール、ファール、スクイズ失敗、真ん中高めの絶好球でした。あのバカ、やばい。スクイズを失敗した直後に出される監督の投げやりな打てのサイン。泣きたい。